中山一郎は日本の経済学者。一橋大学所大学長、一橋大学名誉教授。日本における近代経済学の導入に貢献した。1963年から1980年まで学士委員会員。1968年文化功労者。第4期日本学術会議副会長。君一等随法省受賞。父、中山之助は、 福島の平らで生まれ、その後三重の宇治山田で、山田長宝という新聞社を創業し、主筆を務めた。旧姓宇治山田中学、神戸高等商業学校を経て、1923年に東京商科大学本科を卒業し、同年4月、東京商科大学大学助手に就任。在学中は、福田徳造ゼミナールに所属。 高等試験行政科試験に合格。1927年本大学に留学し、東端正一と共に、春平太に支持する。1939年経済学博士、発展を含む経済均衡の性質に関する一研究。戦時期には、近代経済学の中でも理論研究を重視する純粋経済学の担い手とされた。 1927年東京商科大学講師、嘱託、1933年度助教授、1937年度教授を経て、1949年度学長となる。横浜専門学校早々期に経済学講師。一橋では、上田定次郎門下が経済政策を抗議していたことから、福田徳造門下の中山は、 経済政策の講義を担当することができなかった。そこで、東端聖一の誘いを受け、1939年から学長就任の1949年まで東京帝国大学で経済政策の講義を行った。また、1950年中央労働委員会会長、1956年産業計画会議員に就任した。 1961年日本統計学会会長。1964年一橋大学名誉教授。1973年初代社会経済国民会議議長。1974年放送文化基金初代理事長。1977年初代日本計画行政学会会長。長女は同様作家、翻訳家の中山智子。次女の夫は、 経済官僚の柿水孝一。中山ゼミ出身者としては、荒健次郎、篠原美代平、板垣与一、太陽寺淳一、関常吉、倉林義正、長谷慶三、美の口武夫、花輪俊也、南良心、田村貞夫、加藤寛子、吉野勝歩、藤井隆、鈴木茂、右尾本東吉郎、伊藤女性、茂木健三郎、 鈴木淳一郎などがいる。ウィキメディアコモンズには中山一郎に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。